はい、どうも皆さんこんにちは。私、キノと申します。それでは、ウィッチズハート続きからやっていきましょう。さて、この待合室での時間を過ごしたので、こっちの部屋に行くところからですね。なんだこれ、ほのかにオレンジの香りがする。巨大な飴玉、すっごく綺麗ですね。そんなのんきなこと、なんか動いてるよね、中の方。まあいっか、とりあえず行きますか。あ、悪い予感しかしない、悪い予感しかしないんですけど。え、地震？結構揺れましたね。地震、あ、嘘でしょ？追ってくる系のやつ？いやーこれからあんたたちにこの飴玉ちゃんが襲いかかってきます。まあだからなんというか、全力で逃げてね。くっそー、はぁ、やばい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 、本当に来るじゃん、本当に来るじゃん。しかもなんか揺れてて分かりにくい。あ、でも結構余裕だな、走らなくてもいけるレベル。なんだこれ、この芝生の色が違う場所はいわゆるアンチってやつ、アンチ、つまりここにいたら安全ってこと。メニュー画面も一時的に開けるようになってるから体調を整えたりもできる。なるほど、ライム様って優しい、優しいけどさ、ここまで、あ、でもセーブができるわけではないのね。あ、しかもここから、ここから来るの？これはちょっと話が違うよ。あんなに、あんなに差をつけたのに、これもじゃあここ抜けたら来るってことだよね。あー、やばい、割とやばい。あ、これね、あっちも直線は強いから、こっちもなんか直線頑張んなきゃいけないかな。いいよいいよいいよ、一発クリア。え、しかも、え、どうなるの、引き止まり？なんとかしてくれよ、クレア君。君のバカ力ならどうにかなるはずだ。なるほど、止める。はぁ？か弱い乙女に何やらそうとしてるんですか？ここは男らしく、あなたがバーンと、ほらほら、かっこいいとこ見せてくださいよ。何をふざけたこと言ってるんだい。アメ玉、この間、すごい待っててくれてるじゃん、揺れながら。クレア君か僕なら、僕の方が弱い。明白だろ。言い切っちゃった。強い者が弱い者を守る。それが自然の摂理だよ。かっこ悪い。こんな時ぐらい決めてくださいよ。お、覚悟決めた。ああ、もう、もうどうにでもなれ。カジバのバカ力というやつですね。もう最初からやってくれ、なんならそれ。え？意外とあっさり。いやいや、そんな目でこっち見ないでください。私も反応に困るので。完全にシリウスが引いてる。めっちゃむせてるじゃん。涙も流してるよ。クレアちゃん、やっぱあなた最高。あー、苦労してこんな空間作ってよかったこんなところでやりがい感じないでほしいんですけど、迷惑です。あ、まともなところに来ましたね。どうもー、新内遅れてラブリーに登場。いやー、笑わせてもらったよ。いいね、いいね。誰だ？君は。ここは一体どこなんだ？え、シリウスさん、ライムさんのこと。うんうん。この場所でならシリウスくんにも、バッチリ私の姿が見えてるみたいだね。ではでは、改めまして。
私の名前はライム。ここが正真正銘最後の部屋だよ。最後の部屋。今ね、すっごくテンション上がってんのよ。誰かさんに触発されちゃってさ。誰かをこんなに不幸にしてやりたいと思ったのはな、思ったのなんて初めてだよ。え、二人をってこと？あいつがさ、必死になってるの見れば見るほど気落としてやりたくなる。あいつ？ノエルのことかな、あいつって。ああいうやつがさ、もしどれだけ頑張っても報われなかったら、きっと私と同じところまで落ちてくるんだろうね。その時のこと考えるとほんとゾクゾクするよ。はい？やつはきっと自分が傷つくよりもあんたが傷つく方が何倍も辛いんだろうね。あ、やっぱりノエルのことか。言っとくけど、私にあんたのお得意の怪力は通用しないよ。こんなのどうせすぐ終わる世界だけどさ。せっかくここまで来てくれたんだ。あんたのことボロボロのぐちゃぐちゃにしてあげる。私と同じ目に合わせてやる。ひぃ、ちょっとシリウス。あ、頑張ってる。一応なんかその紙切れ出してくるんだね。聞くんだ。聞いた。なんかこのジュース、まさか新しい。もしかして書き方教わったの？あの女よりだいぶ素敵だけどさ。そうだ、やるじゃん。あー、そりゃいいじゃん。ほんと面白いな。エルフォード一族は私を楽しませる繊細だね。受けて立つよ、あのクソババアドロシーの残りかすめ。こわ。君、ドロシー様を侮辱するか。え、なに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 。そこでおとなしくしてるんだね、魔女の末裔さん。さあ、あたしから今日の星のもとに生まれたこのお嬢さんを取り戻してみせなよ。できるの、それって。シリウスさん、逃げて。でも逃げることもできないだろうね。いいよ、逃げても。望むならあんただけでも元いた場所に返してあげる。え、選択できるの？僕は。はあ、なんだこの状況。クレア君でも歯も立たないような相手。いくら呪符があると言っても僕にどうにかできるわけないだろう。本当に、どうして僕ばかりこんな目に遭うんだ。逃げてもいいだって？逃げたいに決まってんだろ、こんなの。こいつどう見てもやばいし。そうだ、逃げよう。僕はいつもそうしてきたじゃないか。ドロシー様だってきっと許してくれる。逃げないでしょう。あ、思い出してる。泣いちゃう。せっかくな、信じられる人を見つけたからね。クレア君、君ならどうする？見捨てないだろうな、クレアちゃんは。
受けて立つよ。あんのクソババアドロシーの残りかすめ。大切な人を侮辱されて、こんなひどい目にあったら、きっと、君なら、きっと。僕は、ドロシー様の一番弟子、シリウス・ギブソンだ。怖いよ。正直足だってくすぐつく。でも、僕にだってプライドくらいはあるさ。こんなの、勇気でも何でもないのかもしれない。ただのバカなのかもしれない。このまま負けを認めるのだけは絶対に嫌なんだ。お願いです、ドロシー様。僕に力を貸してください。誰が残りかすだって？僕が本気を出したら、ひどい目に遭うのは君だよ。へえ、じゃあ、歯向かうんだね。逃げるのが専売特許のあんたがさ、ああ、そうだ。僕はやってやる。やってやるぞ！君を打ち負かして、ドロシー様に土下座させてあげるよ。燃えるね。急にカミラか。それじゃ、この燃え上がった私の熱で、あんたを昇天させてあげる。わあ、一時期仲いい時期とかもあったのにね。わ、セーブ。マジか、戦うのか、こっから。飛んでんじゃん、相手。どうやって勝つんだよ。え？何？おー。これに当たっちゃいけないのはなんとなくわかる。え？え？何？今の何？え？教えて、いろいろ。あ、そういうことね。あれを攻撃するのね。それでその後に攻撃できると。なるほど、理解した。よっしゃー、いいぞいいぞ。このままいきたい。来た。第二形態ない、第二形態なしって言って、やるじゃん私。しゃ、やったみたいだね。もうどうしていいかわかんないよね、これ。二人女倒れてんだもん。いつまで寝てるんだい？
うるさいのとタフなのが君の取り柄だろ。アイデンティティが崩壊するよ。だからさ、早く起きたら。いいとこあんじゃん。あ、たたたたたた。もうちょっといたわってくださいよ。いや、でも、助けてくれてありがとうございます。別に、君のためじゃないし、僕自身とドロシー様のためだし。ちょっとかっこよかったですよ。はぁ？やればできるじゃないですか。見直しました。なにそれ、どこから目線なの君。助けてもらっといて。くっそ、やっぱりムカつく。顔赤くなってるぞ、顔赤くなってるぞ。昔からそういうとこほんと変わってない。そりゃ昔の記憶が消えようと私は私ですから、根本は変わってませんよ。だろうね。僕もそう思う。今も昔も変わってないよ。悪い意味で。やれやれ。こんな時まで憎まれ口叩くんですね。そりゃあね。僕が君のせいでどれだけ大変だったと思ってるんだい。こんな盛り上がってて悪いけど、ライムちゃん大丈夫かな？あれ？ドロシーさんのためじゃなかったんですか？うるさい。頑張ったのはドロシー様のためだけど、ムカつくのは君のせいだ。めちゃくちゃな人だな。もっと素直になればいいのに。なに？別に、なんでもないですよーだ。何年後かに、この二人の子供が見られたりするのかな？それともやっぱり二人とも死ぬのかな？終わり終わり。これで終わり。迎えは来たよ。これでようやく終わり。まあ、暇つぶしにしてはそれなりに楽しめたよ。まだ、やる気かい？まさか。タイムオーバーしてまで頑張る気力ないよ。やっと、迎えが来たっていうのにさ。迎え？メイドの土産に教えてあげる。あんたらをこの屋敷に閉じ込めた奴の正体をさ。この屋敷から出たいのなら、そいつと交渉するんだね。ま、多分聞いてくれないだろうけどさ。誰だろう。あの最初に見た化け物とかなのかな。これが私から今のあんたらへの最後の嫌がらせだ。何？嫌な声してますけど。うわ、超嫌がらせ。これ襲ってくるわけじゃないのかな。なんだここは、化け物の倉庫かなんかかい？最後は僕らを餌にして終わりってことか？いや、シリウスさん、あいつら私たちのことじーっと見ているだけで、襲ってくる気配がありませんよ。ほんとだ。まあ、もし襲ってきたとしても、クレア君がボコボコにしてくれるだろうけどね。ちょっと、またそれですか？しかし、本当にこんなところに僕たちを閉じ込めた犯人なんているのかな？どういうつもりなんだ？
あの女。そうですね。あれ、でも、私、ここを知っているような気がする。なんで知ってんの？こんな場所。うわぁ、ノロノロしか動けないなぁ。ちょっと話しかけてみる？無理か。お！やっぱこいつかぁ。これでもドロシー様の意思とか入ってないのかな。こいつは、そうか、こいつが私たちを屋敷に閉じ込めたんですね。そういうことだったのか。お前が全部。なんか訳があんのかな。どこまで僕の邪魔をすれば気が済むんだ、この醜い化け物め。僕はね、12年前のあの日からお前をずーっと探していた。ずっとお前が憎かったよ。死ぬほど恨んでた。すべての元凶め、僕らをここから出すんだ。そして、ドロシー様を返せ。聞かないだろうな。なんだい、君。なんで、泣いて。はぁ？泣きたいのはこっちだよ、ふざけるな。返せ、ドロシー様を返せ。僕らをここから出せ。さもないと、この札でお前を。から札に。ごめんなさい。この肉塊、そう言っているようね。ほんと滑稽で笑える。ここで出てくるか。あ、アーシェが生きてる。あれ？二人はやっぱり死んでる。どういうこと？クレアさん、シリウスさん、ウィラルドさん、え？これ死んでますよね。ああ、ま、あれか、普通にウィラルドがシリウス殺して、クレアちゃんも殺して、クレアちゃんの心臓を取って、心臓じゃないけど取って、願いを叶えてその場で自分も死んだのか。だから三人の死体があるんだね。ここは、
呪われた魔女の屋敷。12年前と同じように、すべての謎は奈落へ消える。魔女に関わった者は、誰も幸せにはしない。幸せになれはしないか。魔女も含め、みんな、不幸になる。ああ、終わっちゃったー。いやー、今回はかなり物語の核心に迫ってきましたね。プレアエルフォード、3日目の夜、青色の部屋にて死亡、シリウスさんの部屋ですね。死因はヴィラルドによる銃殺。アーシェ・ブラッドレー、4日目の朝、生存、目的を果たせないまま全てが終わる。目が覚めた頃にはもうみんな死んでて、魔女の心もなくなってましたね。ヴィラルド・アドラー、この物語の真犯人、クレアを殺害し魔女の心を手に入れる、まあ、それで自分も願いを叶えて死んだんですね。シリウス・ギブソン、3日目の夜、青色の部屋にて死亡、死因はヴィラルドによる銃殺。さあ、生き残っているはずのノエルことパトリシアちゃん、ノエル・レバイン、4日目の朝、地の底へ引きずり込まれ行方不明。どういうこと？地の底へ引きずり込まれ、うわー、いよいよノエル編がやってきますね。めちゃくちゃ気になる。一番最後だ。今のところまだ何も謎が解明されてない、ルージュとの、悪魔のルージュとの関係もまだ何も分かってないですし、なんならルージュのことについてもまだ何も知らないですからね。もしかしたらこれクリアした後の、あのなんかクリア後の世界みたいなやつでルージュ編が見られるかもしれないですね。前回ライムちゃんでしたからね。いやー、めっちゃ気になるな、この先も。めちゃくちゃ面白いね。ブルースターさん、ありがとうございます。まあ、引き続きやっていこうと思いますので、皆さんもどうぞお付き合いくださいませ。最後の勝負、いやでもどうなんだろう、もしかしてクリアした後にもう一章なんか追加されたりとかするのかな。まあまあまあ、まあ、やってみてからのお楽しみですね。悲しいライムちゃん、いやー面白いなー、なかなか。これこそが悪魔には最高の結末。なぜなら彼らにとって他人の不幸ほど喜ばしいことはないのだから。それを引き起こしたのが人間同士ならなおさら。さて最後にもう一度問おう。あなたには人を殺してでも叶えたい願いはある？悪魔の契約は成立した。長い旅の末に彼の願いはようやく叶うだろう。彼っていうのはヴィラルドかな。クレア・エルフォード、彼女の死をもってこの物語は幕を閉じる。これが悲しいよな。クレアちゃんは絶対に死ぬんだもんね。
さ、後日談的なのがあったりするのかな。ありそう。あった。アーシェか。しかし、誰が一体こんなことを。あ、なんでしょうこれは。クレアさんの胸には中身が見えるほど大きな穴が開いていた。殺すにしても普通ここまでしますかね。あ、このショーだとまだアーシェは謎が解けてないから、ここに魔女の心があったっていうことを知らないのか。だからどの章から始めてもわからないのね。隣のこれ、ウィラルドさんの服ですよね。うわっ、けっ、灰まみれだ。なんなんですこれ。このことを一応ノエルさんに伝えた方がいいですよね。いるのかな、ノエル。操作できる。いない。あれ、ノエルさん？いない？いないね。やっぱいないね。他の部屋にいるわけでも鍵がかかってる。いない。玄関の方かな。開いてたりすんのかな、もしかして。開いてる。おや、開いてますね。こんなにあっさりと、すべては終わってしまった。誰があの三人を殺したんだろうか。いなくなったノエルさんだろうか。仮に、もしそうだったとしても、扉はもう開いている。部屋にいないということは、とっくにここから出て行ったんだろう。いや、真相がどうであれ、私にはもうどうでもいいことなんですがね。どうでもいいの？研究したくならない？さよなら、魔女屋敷。なかなか楽しかったですよ。引きずり込まれたはずのノエル。守れなかったのか。クレア、シリウス。ああ、どうして、どうして。どうして、こんなところに来てしまったんだ。こっちの世界に来て欲しくなかったのか。泣かないで。
なんか回を重ねるごとに泣きたくなってくるね。知られざる過去、魔女ドロシーの秘密。終わった。 To be continued。 次回からが最後の章だね、一応。はーい、ありがとうございます。しばらくお待ちください。いやー、なかなか楽しんだね。なんか最初にやり始めた頃はなんか一人につき一体悪魔がついているのかと思ったら、そうではないっていうことだね。紫色のかけら、これで何個目だ、三つ目かな、四つ目かな、次で五個目かな。おっと、まだ続く。12年前のあの夜、すべては終わった。誰目線、あ、シリウスか。うわぁ、ドロシー様は血だらけになって死んでしまった。魔女による大量殺人、26人死亡。末年6月16日、リベッカ山中の屋敷で魔女による大量殺人が行われた。犯人の名はドロシー・エルフォード。被害者はリベッカ町長とその部下25名。遺体はほとんど皆、体をめった刺しにされて原型をとどめていない。バラバラになったり、臓器をえぐり出されている者もいた。その規模の大きさと非人道的な行為、こんなことができるのは魔女か悪魔しかいないと民衆は囁いた。この件は下町でかなり大きく取り扱われたそうだ。以来ここは魔女屋敷と呼ばれるようになる。なるほどね。わあ、また新しい人たちが。小物感、急な小物感。おい、ここだろ、例の魔女屋敷。本気で行くのか。魔女に殺されるかもしれないぜ。でもお宝が眠ってるって噂だろ。ここまで来たんだ、行こう。それでシリウスが守ってたのかな。おっと、あ、停電？見ろよあれ、さっきまであんなもんなかったよな。なんて書いてあるんだ。 I am a witch, I'll kill you。 私は魔女だ、お前を殺す。なんだって。いい、もう帰ろうぜ、これ以上はやばいって。そうだな、相手は極悪非道の魔女だった。お宝より命の方が大事だ。ドラクエみたいな音が急に出るのちょっと面白いな。あー、そうやって守ってたのか。こんな子供騙しに引っかかるなんてね。どいつもこいつもちょっと脅したらビビって帰る。ま、その方が都合がいいけどさ。
ここはドロシー様の帰る家だ。僕が守らなくっちゃ。ミニシリウス。だから嫌だったんだ、こんなところに来るの。悪かったって。あ、うわあ、ごめんなさい、許してください。ああ、食べはしないんだ。はい。でもあの化け物のなんか元々の正体も気になるけどね。うわっ、やほやほー、ライムだにゃーお疲れ様。ほらこっちにおいでよ、ギューってしてあげるから。なんだこいつ。なんてね、なんてね、私のハグはそんなに安かないよ。残念でした。まあ代わりにクレアちゃんには別のご褒美をあげちゃう。お、新しいアイテムかな。ん？魔法のほうきすげえ、一気になんか自由に飛べちゃうの。クレア専用。おー、すげえ、自由にいろんな場所を飛び回ることができる。ただしこのアイテムを使用できる空間、場所は幻想空間のみとなりますのでご注意くださいませ。なるほど。いや、いいよ、十分だよ、それだけでも。なんかワクワクするじゃん。ほうきで空を飛ぶなんてロマンチックだよね。一体誰が考えたんだろうにゃ。作者です。それじゃ魔法のほうき、物語の進行に役立ててね。それじゃあまたね。また会うのかこいつと。ほい、じゃあ今回はここまでにいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。だんだんと面白くなってきましたね。それではまた次回。